ぜひこの次は世界一になるようにみんなで心を一つにして練習に励みたいな、そのように思います。今日は大変ありがとうございました。また頑張りましょう。お疲れ様でした。できたので、とても嬉しくて胸がいっぱいです。いや本当に今日は長井市民の参加者の皆さん、そしてベニマラレジェンドさん の活躍によって世界記録無事に達成できました。その子供からお年寄りまで一体感を持って記録達成に向かって挑戦できたことが何よりも財産だったかなと思います。私たちとしましては素晴らしい記録を作っていただきましたので、しっかり日本の伝統文化であるけん玉を世に広められるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。2、1、4、5。